サンドウィッチマンのお二人にはですね、はい、これからもますます、頑張っていただきます。すごいミラクル起こった。すげえ。すごい。びっくりしたね今ね。いやーびっくり。取り上げたこれ。これは残念ですね。これはちょっと富澤さん来てほしいな。いやこっから喧嘩になる可能性あります。いやちょっとやめてください。サンドウィッチマンの伊達さんでーす。来ていただきました。嬉しいねということで今日大喜利なんですけども、うん、はいはい、普段そんなにやってないイメージですけどもどうですか。 あんまりやらないですね正直。あ、そうなんですね。好きですすごく。そうでしょう、そうでしょうね、はい、倉本さんに大喜利の お声かかった時 どうでした。もうやったの。いや嬉しかったですよ。うわ嬉しいすごいですね。すごく嬉しかったです本当に。あ本当ですか。倉本さんと一緒に温泉に入った仲ですからね。そうですよ。そうなんですか、ね、そうそうそう、裸の付き合いやで。肩にあってそうそう、ね、山梨のね。そう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 、ちょっと雨降ったじゃないですか。すげえ傘つけてね、二人でねどんな入り方してるんですかそれ。その時は、うん、またここまでめちゃめちゃ忙しくなかったんですよ。サンドウィッチマンね。ほんでね、ボーン来たけども、うん、さあこれがサンドウィッチマンどうなっていくかなみたいな、そういうようなちょっと狭間のタイミングやってたよね。そうですね。温泉つけながらね、どうしていくべきですかねみたいな話をね、ちょっとめっちゃしゃべっててんな。いや、いろいろ親身になって相談乗っていただきましょう。そのアレンジしてる時間を使ってですね、うん、せっかく伊達さん来てくれてますから、うん、たくさん質問をしてほしいなと思います。これなかなかないよ。全部答えてくれる。大喜利はハードルを僕が下げますから大丈夫ですどんどん。で、その質問を集めてくれる方がこの方です。はい、はい、こんにちは、女優の小沢まりなです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ねえ、はい、じゃあではね、一つ目のね、お題ね、こう引きますんでね、うん、さあ、いいの出たらいいな、おみくじのようにそうです ね、はい、いいですね。はい、はい、あ、これね、常連さんでネクラストロピカル安藤さんのお題ですよ。はい、あ、いいお題だと思いますんで、これを、はい、ちょっとね、文章を、ちょっとだけアレンジして、はい、出したいと思うので、はい、質問タイムどうぞ。はい、何ですか質問は。たくさん質問いただいております。そうでしょう。あ、そうですか、はい、行きましょう。まずはじめに、うん、森田正則先生が、漫画家の森田正則先生が、あ、そうなの、質問をくださいました。お森田正則先生ね、あの常連視聴者なんですよ。もういつも、いつもチャットで書き込んでいただいてて、最近毎日来てる。すごい、お世話になってます。森田正則先生からの質問です。総理は本日辞意を表明されたわけですが、サンドウィッチマンさんのこの先の目標は何だと思われますか。いや、もう関係ないでしょ、もう。何でしょうかね。一言で関係ないですよ。僕に対しての質問ですか、それ。まあ、そう、はい、森田さん、ちょっとね、うん、まあ、おかしな人なんですよ。どうでしょう。だから、まあ、安倍さんの声で、はい、サンドウィッチマンのことを語ってもらうのがいいんじゃないですか。そうですね。サンドウィッチマンのお二人にはですね、はい、これからもますます、頑張っていただき、そのうち選挙にもですね、出ていただこうかなと考えて、ております。すごいですね。すごい考えてますね、はい、選挙も。でもオファー来ると思うよ。そうです、ね、一回ね、はい、ふざけて宮城県知事になりたいですって、宮城県知事に言ったら、はいはい、立候補するのやめてくれって言われました。通ってまうもん、ほんま。なるほど。絶対通ってまうから。そうですよね。間違って受かるから。ね、受かったね。ほんとほんと。間違って受かるから。そうそうそう。ほんま、それはやめてくれって言うわ。いえいえ、とんでもない。じゃあまず1問目いってみますかね。ああ、ね、行きましょう。はい、できました。はい、はい、ネクラトルピカル安藤さんがいただきましたね、うん、コンサート中のアイドルが思わず二度見、ファンのうちわに書いてあったこととは。コンサート中のアイドルが思わず二度見、ファンのうちわに書いてあったこととは。かっ飛ばせウィーラーウィーラーって誰だっけ。これはカットバス選手ですよね、ウィーラー。違います。え、全然プロ野球知らないじゃないですか。そうなのよ、俺ね、役苦手やねん。
今日僕ウィーナーのこれ T シャツ着てた。ああそうなんや。着てくれてますよ。そうですそうです。そうかそうか、さすがやっぱり。あ、これ地元の野球ですよね、球団ですよね、うん、楽天イーグルスです。楽天イーグルスですね。いやいや、いいですよ。僕あのその野球知識がね、うん、疎かったので申し訳ないけども、ね、カットバスウィーラーは、アイドルはね、関係ないからね、二度見するよね。そうですね。はい、はい、はい、まず一発目なので、お祝いキープ。はい。はい。よっしゃよっしゃ。コンサート中のアイドルが思わず二度見、ファンの内輪に書いてあったこととは？まあ、これは二度見するでしょうね。うん。いや、その一文字ドンはね、これは二度見ですわ。ちょっと怖いから卵にしとこう。卵、卵になりました。怖いんで、はい。スリムクラブ内間さんの娘さんからの回答です。おー、ありがとうございます。あの、ね、あの9歳の女の子がね、娘さんでいてて、うん、そ, はい、その子がね、あの大喜利にハマってくれてるんだよね。あら、すごい。はい、はい。じゃあ、内間に何て書いてあったんですか？ USJ に招待します。おー、かわいいなぁ。かわいいですね。ちょっと嬉しいなぁ。ねぇ、それはかわいいです。はぁ、なんでそんなこと伝えなかったのかなぁ。いや、でもなんかそこがなんか面白いですよ。うん、もう、はい、はい、じゃあ、さあ行きましょう、はい。コンサート中のアイドルが思わず二度見、ファンの内輪に書いてあったこととは？正解は越後製菓って言うんですよ。あ、後輩さんでしたわ。はいはい、そうだ、出したの。そうですよね。はい、後輩さんが出した。そうです。なるほど。こう早押しの感じでね。いいでしょう。伊達さんも習得されてるんですね。いいでしょう、わかりました。はい、いい、高橋秀樹さんの答えということで。そうです、はい。はい、秀樹さん、ありがとうございます。はい。コンサート中のアイドルが思わず二度見、うん、ファンの内輪に書いてあったことは？チャゲハって。そんな報告いらんしね。もう関係ない、関係ない歌手のことを出すし、そうです、そうです、しかも細かいことまで教えてくれて。いや、これは面白いわ。うん、やっぱりね。いいですね。それを報告は面白い。キープ。うん。うん。知らんがな、ちょっと。いいですね。じゃあね、あの今のお題 の,、うん、あの振り返りをやります、うん、キープのね、そうですね、キープの振り返りね、はい、いろいろ出てます、はい、ファンの内輪に書いてあったこと、はい、母です。はいはい、カットバセウィーラーね、ウィーラーね、はい、あの選手ね、はい、T シャツが、はい、ありがとうございます。家燃えてるよ、はいはい、はい、薪で、うん、覚えてる、私だよ私、はいはいはい、白龍、はい、USJ に招待します、はいはい、正解は越後製菓、はい、チャゲハ、わ、はい、かりました。このお題のベストは、はい、チャゲハ。おー、伊達さん、ベストアンサー、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ次行きましょう、はい、じゃあ次のお題行きましょう。いや、盛り上がりますね、1問目から。はい、いきますよ、はい、皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね。グッドボタンもお願いします。お願いします。はい、チャンネル登録、はい、ありがとうございます。はいはい、なるほどね、うん、メタフィジカさん、うん、ね、常連さんですけども、はい、からいただいたお題で、うん、人間の脳に関するお題ですね。はい、はい、ちょっと文章化しますので、はい、はい、では、質問タイム、皆さん絡んでよ、絡みチャンスやで。そうですよ、今時そのサンドウィッチマンと絡まれへんで。そうですよ、ほんまに。こんな簡単に直で絡めるって、あんた、はい、バードマンさんからの質問です、うん、はい、最近の芸人さんで注目している人がいたら教えてください。おー、そうですね、いや、もう面白い人いっぱいいますけど、うん、なんかここに来てやっぱり改めて面白いなと思ったのはやっぱかまいたちですかね。あ、はい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 、わかるわかる、かまいたちはもう結構 YouTube でも見ますっすね。ああー、そうですよね、 YouTube やってらっしゃいますもんね、わざわざ YouTube に見に行くっていうことはね、やっぱりね、ハマってるってことだからね、はい、うん、いや面白いですね、ね、昔から面白かったけども、なんかこうやっぱり年々面白くなっていってる感じあるもんね。そうですよね、ほんとほんと、これもさ、もう勉強になりますね、
そうそう、俺もずーっと見てるからさ、 M1 で審査で見てますもんね。毎年新ネタを毎年見せてもらえるんですよ。予選から見てるから、うん、そうですよね。そうそうそう、大体3つ4つ毎年新しいの下ろしてくるから、うん、いやそれがね、もうどんどん進化していってるなって気がして、レベルがどんどん上がってますよね。そうですよね、ほんとほんと、あれすごいなって思います。忙しくなってるはずなのに。そうね、そうそう、面白い角度でいろいろもの考えるよ。伊達さんも注目してるかまいたちさんってことで、かまいたち面白いです。ガチの答えでなんか良かった。本当ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。それではお題いきますかね。はい、行きましょう。メタフィジカさんからいただいたお題ね、ちょっとだけアレンジしましたけども、人間の脳は 10% しか使われてないと言われてます。せっかくなんで、あとの 90% 何かに使いましょう。はい、どう使います？あとの 90% いいですね。使ってない 90% の脳、使ってない 90% 何かに使う。そうそうそう、はい、何に使いましょうかね。あれいいですね。人間の脳は 10% しか使われてないと言われています、はい、せっかくなんで、あとの 90% 何かに使いましょう。はい、枕に使いましょう。いや、これ面白いよ。すごいですね、これ面白いよ。これ取り出して、そうですよ、こうあの頭蓋の外に持ってきて、頭蓋で起きてまた入れるんでしょ。骨まで言ってる。携帯用枕でしょ、頭蓋。そうです、これは面白 い, い, い、ね、シンプルイズストロングで好きな答え。なかなかこれはね、いいですよ。はい、もう樋口誠司さんね、またちょっと一杯引っ掛けながらやってるんだと思うんですけどね。はいはい、何でしょう。寄付って書いてますよ。90%。そうそうそう、面白いですね。どうしたんですか。同じでした。おーすごい、すごい、ミラクル思った。すげえ、すごい、びっくりしたね、今ね。いやー、びっくり。取り上げたった。誠司さん、超喜んでるじゃないですか、これ。そしてまた、寄付はサンドイッチマンっぽいよね。そうですね、確かに。いや、これはこのミラクルの起こったからキープ。すげえ、ダブルキープ。すごい、ダブルキープですよ、お二人とも。びっくりしたな。びっくりしたね、今ね。そんなこと起こるんですね、はい、すごい、すごい。はい、ね、樋口誠司さんからあのメッセージが届いております。はいはいはい、嬉しい、感動、シラフだからだって。今日シラフでやってて、いい答えが伊達君と一緒になったっていうね。いつも飲んでる誠司さんがね。ま、よくね、参加してくれるんだけどね、いつも飲んでんのよ。そうなんですよ。これ、ね、何飲んでんのって聞いたら、ね、いつも違う種類の酒飲んでて。今日シラフやってんで。だからそれでピタッといったと。そうですね、すごいね、すごいですね。人間の脳は 10% しか使われてないと言われています。せっかくなんで、あとの 90% 何かに使いましょう。おにぎりに塗るって。これはもう味噌ですね。本当ですね、完全に。もう味噌。あのね、やっぱりね、あのそうそう、脳味噌のことを脳をね、味噌扱いするっていうのを考えがちですけども、うん、おにぎりに塗るっていきなり言うのは面白いと思います。そうですね、はいはい、それで焼きますか、それで、ね、そうですね、ちょっと焼いた方が美味しいですね。ゲーいいですね。ありがとうございます。はい、オッケー、じゃあ、ここまでで、次のお題いきましょうかね。そうですね、はい、じゃあ今のを振り返りましょう。はいはい、はい、ま、枕以上のが出ないな。ああ枕で早かったもんね。よかったです、ね、本当ね。はい、はい、では振り返っていきましょう、はい、ね、90% 何に使うかっていうね、はい、枕、うん、お裾分け、うん、器具、うん、ニット帽、うん、おにぎりに塗る、はい、資源ゴミ、はい、90% を9等分にして自分を9人作るパーマンみたいに、はいはいはい、はい、これはね、うん、あのね、うん、枕は面白いんですけどね、もう寄付のね、はい、奇跡がね、ちょっとこれたまんないなと思って、ね、いや確かに興奮しましたね。興奮したからね、はい、そういう意味では寄付。おお、はい、樋口誠司さんと伊達さんの、はい、そうそうそう、ベストアンサーを、ね、お二人のね、うんうん、寄付ですね、やっぱりね、はいはい、じゃあもう一問いきましょう、はい、どんどんやりたいですわ。おお、ね、やらやら、はい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 、楽しみです ね, ね。この間もね、皆さん質問を投げかけてくださいね、はい、そしてあとチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、お願いします。あ、ありがとうございます。リサアットマーク4組さんのね、はい、冷やし中華に関するような問題ですけども、うん、はい、僕が作ってる間にどうぞ質問タイム、はいはい、みんな絡んだ方がいいね、はい、そうですよ、はいはい、何でも答えてくれるからね、はいはい、何でも答えますよ、はい、樋口小梅さんからの質問です。はい、はい、
富澤さんとの仲良しエピソードを教えてください。あ、もうすでに伝わってますけどね、はい、もう富澤さんが出てる時は伊達さんが見に来てとかね、はい、ただね、僕が出てる時あいつ見に来てないんですよ。ね、コメントがないんですよね。ちょっとね、これは残念ですね。これはちょっと富澤さん来てほしいな。いや、こっから喧嘩になる可能性あります。いや、ちょっとやめてください。ちょっとね、なんかね、この間のね、あの富澤君のね、なんかニュアンスから来たらね、はい、あの、思うと、うん、ちょっと、伊達君の片思いっぽいところもあるみたいな。うわー、きついなあ、お風呂だって思った。うわ、はいはい、じゃあ最後のお題ね、もう、はい、まあ、答えるだけ答えて、はい、追い込みで、はい、冷やし中華始めました、はい、横に貼られていた言葉を見て、はい、冷やし中華思わず吹き出した、はい、なんで書いてあったんだね。いいですね。冷やし中華始めましたのね、書いてある紙の横に何か書いて貼ってて、それ見て食べてる冷やし中華思わずブッと吹き出しまってしまったね。なんで書いてたかね。冷やし中華始めましたの横に貼られていた言葉を見て、うん、冷やし中華思わず吹き出した、うん、冷やし中華始めました、朝のトレーニングやめました。知らんがなキープ知らんがなキープ知らんがなキープですね。はい、はい、クラブ内間さんの娘さんからの回答です、うん、お、いいね、はい、冷やし中華吹き出してください。わっ、うまい、うわいいね、うまい、センスある、すごい素晴らしい、うん、うちのもちょっと相方変えた方がいいんちゃうか。いや、すごいいいですね、ね、冷やし中華始めましたの横に貼られていた言葉を見て、冷やし中華思わず吹き出した、はい、冷やし中華始めましてちょっとまあ漢字間違ってるみたいな感じですね。そうやね。そう。二度見もしそうです。ちょっともう時間がない。やばい。はい、やばい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 。オッケー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 。まあそうそう、角度違うからキープ。いいですね。はい、はいはいはい、ということで時間が来ました。あ、もう一個出しますか最後。間に合う？大丈夫？はいはい、はい、分かりました。はい、じゃあ振り返りましょう。はい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 。200万円です、はいはい、ちょっとぬるいかも、はい、朝のトレーニングやめました知らんがな冷やし中華吹き出してください、はいはいはい、カロリーゼロ、うん、実家で冷やし中華始めまして、はい、そして最後はサンドイッチも始めました、はいはい、僕はね、やっぱね、今日のこの流れで、うん、ね、面白いですよね、みんな面白いんですよね、うんうん、あの娘さんのね、冷やし中華を吹き出してください、これうまいよ、はい、そうですね、うまい、うん、うまい、これうまいうまいねんけども、はい、なんか知らんけども、ほのぼのしてて、もう今日の番組に向けて、バッチリやなと思って、サンドイッチも始めました。おーめっちゃあちゃん、おめでとうございます。いいですね。久しぶりに3問やって盛り上がりましたけども、ね、ありがとうございます。はいはいはい、はい、この中でね、うん、今日の、ね、ベストを決ます。一番ベストね、ベストオブベスト、はいはい、3つの回答でございます。はいはい、はいはい、ああ、伊達君2つも残ってるんだからね。そうですよ。おお、やった。チャゲハ、キフ、これ奇跡起こったからね。そうですね。サンドイッチも始めました。はい、ね、これこうなってくるとね、はい、うん、はい、まあ、寄付にしましょう。おー、はい、じゃあサンドウィッチマンさんと樋口誠二さんの奇跡で、はいはいはい、ありがとうございます。はい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 、ありがとうございました。ね、伊達さんどうでした、 YouTube 大喜利。楽しいですね。ちょっとまた近々でリベンジしたいですね。ぜひぜひ。嬉しい。ぜひぜひ、ほんとほんと、ほんとに富澤と一緒に来てもいいんですもんね。もちろんですよ。ぜひ、もちろん、ぜひぜひ来てください。ぜひそれで対決してください。ぜひぜひお願いします。ぜひお願いします。ほんで、リアル秀樹さんも連れてください、そのうち。